ジュニア・アチーバーは、カナダ、トロントを中心に活動する4人組ポップパンク、パワーポップバンドである。現在は、日本のトラストレコーズという系、ノースアメリカ、エンジニアレコーズに所属している。ジュニア・アチーバーが指導して間もなくの2006年には、少年ナイフの元気ショックの北米プロモーションツアーに参加。2008年3月12日には、レコーディングにサム41。 アブリル・ュ・ラビーンを手掛けたエド・クラウトナーを迎えたファーストアルバムオール・ザ・リトル・レッティ・ダウンズを日本と UK で同時リリース。2008年6月19日には日本に初上陸、J-POP 分野で活動し続ける日本のロックバンド、シェイコ・ラベッツと東名阪ツアーを行った。シェイコ・ラベッツとは第6回者かとより愛い近いし試合カナダ、日本ツアーを通しとても親交が深い。 ウィズ・シェイコ・ラベッツ1 9十2 0 0 8渋谷王イースト2 0十2 0 0 8名古屋ダイヤモンドホール2 0二十2 0 0 8大阪ウィッグ CAT ウィズ・ウェイカップコール2十三十2 0 0 8震災橋ドロップ25ジューン -2008 アポロシアター2 6六2 0 0 8赤坂 LN27 ジューンアッコブホールありがとうございます